高千穂は日本海軍の二等巡洋艦。艦首としては防護巡洋艦になる。艦名は天村降臨の地とされている宮崎県の高千穂本にちなんで名付けられた。第一次世界大戦における沈汰を攻略戦、従軍中の1914年10月18日未明、甲州湾においてドイツ帝国海軍水雷艇の魚雷攻撃を受け沈没した。 1884年3月22日、本艦及び、にわは、イギリス、ニューカッスルのアームストロング社のローアオーカー像戦所で、寄港。3月27日、日本海軍はイギリスで建造中の軍艦2隻を、何は及び、高千穂と命名する。1885年5月16日、高千穂は浸水。5月26日、2隻は二等艦と定められる。 1886年3月26日に、竣工した。日本に開港され、同年7月3日午前11時、横浜港に到着した。同年11月29日、明治天皇及び皇后は、横浜港で、何話に乗換、横須賀港に行航する。岐路の天皇、皇后は、高千穂に乗換し、横須賀から横浜に戻った。 1890年3月下旬から4月上旬にかけて陸海軍連合大演習が実施され、高千穂は明治天皇のお召し館に指定される。4月18日、天皇は神戸港で高千穂に上官、観艦式に臨んだ。4月21日、天皇は高千穂から呉れ軍港に上陸。翌日海軍兵学校を見学後、お召し館。 高千穂は4月23日に道地を出港。4月25日午前中に関門海峡を通過、午後5時50分に佐世保鎮守府到着。26日、高千穂は佐世保を出港。神戸移動後の4月28日朝に天皇は高千穂を下官した。同年8月23日、本館は佐世保鎮守府所管の第一種と定められた。 1894年6月から翌月にかけて、高千穂は、ハワイ革命に伴い邦人保護のためホノルルに派遣された。日清戦争では、公開海,海戦、大連、旅順、異界へ、報告島攻略作戦等に参加する。1898年3月21日、日本海軍は、海軍軍艦及び水雷艇類別標準を制定し、3500、 トン7000未満の巡洋艦を二刀巡洋艦と定義。該当する旧石が二刀巡洋艦に類別された。義和団の乱では1900年8月から10月にかけて甘い警備に従事した。1904年1月に、クレ渉で、機雷投下機を装備、日露戦争に際しては、新川沖海戦、ウルサン沖海戦、日本海海戦等に参加。 元山沖で、機雷施設に従事した。日本海海戦における第四戦隊は、バルチック艦隊と交戦、他艦に若干の被害があるも、高千穂に損害はなかった。1911年横須賀海軍交渉で、後部15センチメートル砲を撤去し、機雷格納所を完備に設置した。1912年,年8月28日、艦艇類別の改定により、 二等海防艦に類別変更された。旧式化していた本艦は海軍水雷学校の練習艦として使用されていた。1914年1月に福徳岡の場で噴火が始まって新島が形成され、2月に高千穂が現地調査に派遣された。1914年7月28日、ヨーロッパで第一次世界大戦が勃発。8月16日で。 高千穂は第二艦隊に編入され予備艦だったため解剖艦満州等より辞任を補充した。老朽化により速力15ノット以上の発揮は難しかったという。8月23日、日本はドイツ帝国に対して戦線を布告第一次世界大戦に参戦した。8月27日、第二艦隊司令長官加藤貞吉中将は 甲州湾の封鎖を宣言する。10月17日夜、高千穂は甲州湾咀嚼地湾外で海上封鎖任務に従事していた。当時の本館は駆逐艦に補給するための武器弾薬を搭載していた。同時刻、ドイツ帝国海軍東洋艦隊に所属する水雷艇の S90 は上海への脱出命令を受け、日本側の封鎖船を突破しつつあった。 10月18日午前0時15分 S90 は高地穂を発見して距離300メートルまで接近、魚雷3本を発射する。魚雷2本が命中、補給用の魚雷が誘爆し、高地穂は合沈した。伊藤以下271名が戦死、生存者は3名。大正天皇への相乗によれば、生存者12名。巡洋艦、トネ、ね、砲艦。 佐賀島が救援に従事し、遺体は特設法官、朝鮮岸に収容されて、佐世保に帰党した。沈田を周辺に展開していた海軍陸戦体重砲隊は S90 の法移毛脱出を報告していたが、この情報は生かされなかったという。高地保撃沈の戦果を挙げた S90 は、同日午前6時に山東署沿岸赤地所で座礁放棄され、乗組員61名は、 中国警察により武装解除された。内山小次郎自重部官庁と、島村早駿軍令部部長より、高千穂ワクチンの報告を受けた天皇は、室見し船はともあれ歌方と消えし竹ををあわれなりふける。家と頼む船は室見で生き起こる竹をの心いかにと、そうも、府の和歌を読んだ。同年10月29日、高千穂は、軍艦席。 および艦艇類別等級表より削除された。高千穂は日本海軍の軍艦の中で敵との交戦で撃沈された最初の艦でもあった。日本海軍史第9艦第10艦の召喚履歴及び艦法に基づく。ありがとうございます。